お疲れ様です。10月15日にですね、市民協会の方で、ご利用者の市民の方でありまして、ご利用者とロスパークの出発をさせていただきます。一応その時に話したことはですね、10月8日の日に出発された中国で、その連続で味としては、今みたいな